さあどうだ、関東賞ちょっとこっちじゃないか、熱血です。あ、熱血最優秀選手龍一です。舐めてるやつでしょう。西村やりました、マイナス15。西村来てくれてるぞ。西村来てくれてるぞ。そして東道グループ得意アレックスです。西村使ってないから。あのコメント書いてください。オーディエンスでも使われましたね、うん、オーディエンスで一言コメントだけは来ましたね。西村使ってないから。なんで使ってないのに。さあこれで結果どうなったか。西村使ってないよ。解雇しようと。違う、西村使ってないから。なんなんだよ。さあ結果です。第5位連合。そりゃそうだよ。西村使ってないから。4位に熱血チームです。3位が霊峰です。なんだよ。やりました、3位です。あー抜けた、抜けて、とどめのアタック。試合終了。残念ながらマスクルーム敗れました。お、大技連発を取りました。さあこれで何位に入るか。10枚だなこれで。こっからですよ、個人賞。さあ個人賞の発表です。逆転もあるかもしれません。関東賞クニオです。ウィムではありません。最優秀選手ラファエルです。ウィムではありません。舐めてるやつでしょう。小林。誰小林。小林、え、うち。びっくり新記録賞がクニオ。舐めてる。ちょっと小林ってどこ。共同グループ特別賞がジョニー。小林が霊峰学園。ちょっと待って、だから使ってねえんだよ。マスクルーム使ってない選手、ことごとく慣れてるやつでしょう。当選します。使ってないんだよ。なんで使ってねえのに舐めてんだよ。もうやってる時自分のチーム舐めてるでしょうになったことないのに、なんでマスクドーミュー2連敗です。